おはようございます MC 松島です。底辺 YouTuber でございます。はいというわけで今日は凱旋 MC バトル東西選抜夏の陣2020に出場しますということでございます。凱旋 MC バトル7月11日土曜日7月11日土曜日クラブチッタ 川崎ですね神奈川県のクラブチッタにて行われます。14時会場15時時場開演ということでリアルチケットが密を避けるために枚数を減らして出すと。で これ席席があるるののかかななな座席指定になるのかもしれないですね DVD 付きで1万8,000円とちょっとねお値段はするんだけども、えー、密を避けるために人数が少ないと、まあ、もしね凱旋 MC バトルとか MC バトル自体のことを応援している方あとはその、ね、現場で見たいなっていう方はこれ是非買ってあげてほしいなって思いますでオンラインチケットっていうのもあってこれはあのネット上でライブ配信を見れると。 で、えー、24時間アーカイブも見れるということでこれ2000円からあるんで、えー、全国の、えー、すいませんね画面揺れちゃいましたけどね、えー、全国からどこからでも見れるということで、えー、興味ある方はぜひオンラインチケット買ってみてくださいお願いしますはいで誰が出んのっていうことなんですけど今発表されている出場 MC サイモン・ジャップローバックス MC 松島ソウンアマテラスボンズエイスレッコスナフキン といいうことでございます、はい、僕ねそろそろちょっとなんか優勝しときたいなって思ってるんで、えー、これは優勝を目指して頑張ろうと思ってるんですけども、えー、まずねどうしたら優勝できるかなっていうのをね、えー、考えていきたいし、えー、この優勝までの道のりというのをね YouTube で、えー、追っていこうかな追ってってもらおうかなって思ってます。でまずはね、えー、今日僕自体が できることとしてはね何があるのかなっていうのを考えていきたいなと思ってるんですけどもまず、えー、僕がなぜ、えー、フリースタイルが下手なのかっていうのをね、えー、考えてみ、えー、ようと思うんですよ。であのー、ね何て言うのかなまず僕がフリースタイルが下手な大きな要因の一つとしては陰の丸暗記を一切やんないっていう部分があって。 あの結構みんなあの4つセットぐらいでもう暗記してきてるじゃないですかぶっちゃけインってそれを今回やってみよっかなってちょっと思いますで丸暗記したら全然踏めるじゃゃないですかぶっちゃけだからあのぜ4パターンずつぐらいイン暗記してそれ何セットを用意すればいいのかなって思ってるけどねえでもまあ16人トーナメントで。 なんだろうん1684決勝3人倒せばいいから、まあ、延長することも考えて何だろうな1試合で四2二回8888とかでしょまあ10セットぐらいイン暗記しとけば10セットなでも僕は何でそれをやらないかっていうと。 あの暗記した用をうまく使うことができないっていう弱点が僕にはあってあのすぐにね引き出せないんですよねこれで踏もうって思っててもやっぱ会話の流れを重視しちゃうんで僕はあの関係ない言葉を言えないっていうでもまあ関係ない言葉で言っても長ければぶっちゃけ湧くじゃないですかお客さんだからそれでももういいかなっていうだから丸暗記、うん、してみようかなって今回は思っているというのが一個大きいあと 僕あのレコーディングとかライブの時って全然声張んないでラップしてるんですよねでもバトルの時はあのやっぱ自分の声も聞こえないとちょっとなんかラップしづらいなっていうのがあるんですげえ、まあ、全然僕声量ないけど声張ってラップすするんですよバトルの時はだからそれによってねあのフローが全然できなくなるんですよね いつもことやられるね、やれる、な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 、ってラップしてたけど。お前ふざけんじゃねえよみたいな感じで、バトルの時は、やってるから、全然フローできない。いや、ちょっと声張るの、我慢して、フローしてみようかなと思ってるんですよ。だから、フロー、できんのかな、即興で、わかんないけど、その、なるべく声張んないで、フローするっていうのと。インマルアンキ、なるべく考えとくっていうの、で、もし、あの。 皆さんこれ絶対まっちゃん踏んだら強えよっていう因があればあのコメント欄に書いといてくださいそれまあもし使うかどうか分かんないけどえいいなと思ったら使います別にねいいでしょうねそれぐらい人の歌引用する人もねいるんだしまあねだからあの必殺ライム皆さん考えておいてくださいあとはね一人一人のね対策を練ることができればね あの結構いいんじゃないかなって思いますねで今回はその外戦 mc バトル怨念ジャップ君に声かけていただいて、えー、呼んでいただいたんですけどもあの西ーブザー mc バトルっていうねあの三、ー、週間連続で mc バトルの大きい大会やるっちゅうことでねあの新アドレナリンと戦国の u 22と、えー こ凱旋 MC バトルっていうね3週連続でやるっていうことで6月277月5日7月11日っていう3週連続やるっていうことでこのコロナパンデミックによってねそのイベントが開けないとか自粛しなきゃいけないとかっていうあの大変な時期にこんだけでっかいイベントを企画しているエースとヒデと MC 正社員とオンネンジャップ君は本当にねすごいと思う。 あとね、あのー、中止になっちゃってるイベントではねその月子さんがやっているやつとあとあのー、派遣社員さんがやってるやつとそういうのもありますんで、あのー、このね、3つ以外にもいっぱい大きいイベント中止になったりとかもしてるんで、えー、もしそのー MC バトル業界を、ね、支えたいなっていう気持ちある人とか応援したいなっていう気持ちある人はあのー、まあ まあチケットねリアルチケット買ってあげるのが多分一番いいんだけどもそれが厳しい人はその配信のチケット買うとかまあ dvd 買うとかあともうそのお金ないよっていう人はねリツイートしてあげるとかえ頑張れとか楽しみにしてますとかって言ってあげるだけでもね全然違うと思います本当にね mc バトルっていうのはやっぱ現場でねやんなきゃやっぱいけないことだしそのオーガナイザー の人たちっていうのは今すごい踏ん張りどころだと思います <coughs> すいませんだからね支えてあげてほしいなって思いますで僕とかがこの例えば個人の活動で youtube でやったりとかはできるけどやっぱり mc バトルってズームでややるとかはちょっと難しいと思うんですよねなんかその雰囲気的にもまあその ねまあ、曲でトーナメントするとかっていう形は取れるのかなとは思うけどもやっぱあの大会の雰囲気っていうのはやっぱり YouTube とか DVD で見てるのとは全然違う緊張感とか熱気がやっぱその現場でしか味わえないものっていうのがあるんであの現場をね守ろうとしてる人たちには本当に頭が上がらないというかねまあ僕も。 協力したいんだけどもねちょっとなんだろうな頑張れって思うぐらいしかまあできないけどもまあ、僕がめちゃくちゃ有名になった時にあのねえ有名になるとかそういうことがきっとで恩返しなのかなと思いますけどもねはいそんな感じでございますじゃあまずね皆さんには本当にあの引用必殺ライム考えてください、えー、そ,それをね使う使われたらねいいでしょう嬉しいでしょう皆さんだってね それがズルだとかっていう人はね、あのー、現場に来て、俺の相手に声を上げてくださいよ。ねえ。それは一番でしょう。うこのコメント欄でギャーギャー言ったってね、勝つときは勝つし、負けるときは負けるんですから。はい。で、あの、概要欄に、えー、この E プラスのチケット買うページ貼っときますんで、えー、ぜひ見てみてください。これはもう、ね、宣伝もね、 YouTube ややっててるわけ宣伝も兼ねねますんで、ね、皆さんぜひお願いしますよあの試合が YouTube に全試合公開されるわけじゃないっていうことなんでちょっとでもね気になる方、まあ、僕優勝するってなったら絶対面白い大会になりますんであのそれを目指してねあの最近ねぶっちゃけ MC バトルで優勝してもしなくてもいいやって思ってたんですけどね今回はねちょっと優勝しようと思ってコロナパンデミックのね あれもあるし、僕とかが優勝した方がみんな足運ぶでしょ。ね。強い強いし、俺実際ぶっちゃけ。全然本気出してないし、まだラップ。<laughs> ね、だから見に来てください。あの配信でもいいんで、あの全国で見れるっていうのはあのね、関東に本州に住んでない人でも見れるっていうんでね、ぜひ北海道の人とかを見てほしいなと思います。はい、そんな感じで今日は外星ムシバトルでした。